では、ただいまより記者会見を始めます。まず議長から説明をお願いします。はい、よろしくお願いします。新型コロナウイルス感染者の状況について発表いたします。4点でございます。まず1点目でございますが、県内の新たなクラスターについてです。1月19日に発表いたしました1395例目、1396例目、昨日発表いたしました1448例目から1450例目までの3名、さらに本日発表いたします1463例目、1470例目、1471例目の3名の計8名については、阿久根市内の同一の宿舎に関連する感染者です。このため、新たにクラスターが発生したと判断し、当該感染をクラスター21関連として整理することといたしました。次に2点目でございます。昨日発表されました5例の方の概況についてです。1446例目の方は、姶良市在住の30代の男性です。1447例目の方は、鹿屋市在住の70代の女性です。この2名の現在の症状概況等については、記載の通りです。また現時点ではこれまで発表したクラスターとの関連は確認されておりません。次の1448例目から1450例目までの3人は、クラスター21関連となります。1448例目の方は、鹿児島市在住の20代の女性です。1449例目の方は、福岡県在住の10代の女性です。この方につきましては、昨日発表時点では20代と発表しておりましたが、本日10代が正しいことが判明しましたので、お知らせいたします。次に1450例目の方は、愛知県在住の10代の男性です。以上の方々の現在の症状概況等については記載の通りです。次に3点目でございます。昨日発表後に確認されました8例の方の概況についてでございます。1462例目の方は、福岡県在住の20代の女性です。この方については、現時点ではクラスターとの関連は確認されておりません。1463例目の方は、愛知県在住の20代の女性です。この方については、クラスター21関連となります。1464例目、1465例目の方は、霧島市在住の20代の男性、10代の女性です。この2名については、現時点で、クラスターとの関連は確認されておりません。1466例目、1467例目の方は、垂水市在住の50代と80代の男性です。この方々は、クラスター20関連となります。1468例目の方は、鹿屋市在住の80代の女性です。1469例目の方は、出水市在住の30代の男性です。この2名については、現時点ではクラスターとの関連は確認されておりません。以上、これらの方々の現在の症状、概況等については記載の通りです。次に4点目でございます。本日確認されました2例の方についてでございます。1470例目、1471例目の方は、愛知県在住の10代と20代の女性です。この方々はクラスター21関連となります。その他現在の症状、外況等については調査中です。以上、再陽性の方はいらっしゃいません。感染者の状況につきましては、お手元にお配りしてある資料の通りです。本日の鹿児島市発表分も含まれております。私からは以上です。